ただいまから行政監視委員会を開会いたします。議事に先立ちまして一言ご挨拶申し上げます。去る3日の本会議におきまして再度行政監視委員長に選任されました吉田忠智でございます。委員の皆様方のご指導ご鞭撻を賜りまして公正かつ円満な運営に努め職責を全うしたいと存じますので何卒よろしくお願い申し上げます。ただいまから理事の選任を行います。本委員会の理事の数は7名でございます。理事の選任につきましては先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますがご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。それでは理事に北村恒雄さん、長峰誠さん、石川大我さん、横山真一さん、梅村聡さん、大塚康平さん、および倉林明子さんを指名いたします。国勢調査および継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。本委員会は従来どおり行政監視、行政評価および行政に対する苦情に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。なお、要求書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。